これめっちゃおもろいツイッター見つけた。2019年渋谷プライド、渋谷ハロウィン、ハロウィンの渋谷の誇りに。2022年渋谷ハロウィンイベントの会場ではありません。今日友達とさ喋っててさ、都庁とかがもう全面的に渋谷ハロウィンをイベント化したら絶対みんなあのそんなんおもんないから、国がやりだしたらダサいみたいな、格好悪いみたいな感じになるから、やめる説、来なくなる説。渋ハロの時だけなんかみんなリミッターが解除したみたいに暴れ出すよな。俺中学3年の頃行ったけど、もう衝撃的だった。田舎、横浜の田舎育ちの俺からしたらもう、どうぞーみたいな。渋谷ハロウィンもね、楽しいイベントからね、やばいイベントに変わってたからね。2013ぐらいの時が一番楽しいイベントみたいな感じだったよね。 Nope, they're all fucking man. Holy shit.2個止めましたよ。ナイス。ホグが全部釣ってくれる。もう俺はホグを信じてる。この人は生まれた瞬間からホグしかしないんだから。負けんのかこれ。だるビートがないからな。今ソージョン倒してたらよかったな。
何が辛いかって、ソトンが常にチャージとかあるんだよ。マシン使えちゃボブ。Oh my god, fuck. This ends now. Nope. Nope. そう、女。バイた瞬間に死ぬ男。Do you have touch? Yeah, I have it. Goat. Oh my god, here we go.The fucking goat, holy shit! Victory! Oh, ほぐついよ! ほぐついよ! ナイス! いや、最大! でも、どうしようと思ったよ、この… あ、これ、これやばかった。これやばかった。これやばいよ。ダブルルートキャンセル。見てこれ。強すぎる。ほぐ死んじゃったのがあれだね。Hey, hey.